リサ・マリー・バロンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州、サンバーナーディーの出身。WWE では、ビクトリア、ティエネでタラのリングネームで活動していた。高校時代は、チアリーディングや、陸上競技などをしており、卒業後は医者になるため UCLA で、生物学を学び、その後も他の大学で医学を学んだ。 卒業後、医療関係の仕事に就く傍ら、ジムのインストラクターや、ボディビルを行う。そこで、トリー・ウィルソンやチャイナに勧められ、WWF に入団。契約後は、ファーム団体のアップはでトレーニングを続けた。2006年11月、WWE でのビクトリア2000年に、ザ・ゴッド・ファーザーの勝負の一人としてデビュー。ザ・ゴッド・ファーザーが、 ザグッドファーザーにギミックチェンジして、活動の場を失うと、WWF の下部組織、MCW へ送られる。そこで、リングネームをビクトリアと改名。その後、オビューへと移り、バシャム・ブラザーズのマネージャーとして活動した。2002年の7月には、サイコ系キャラのヒールとして、再び WWE に登場。 当時女子王者だったトリッシュ・ストラタスと抗争を開始し、11月のサバイバーシリーズでトリッシュから王座を奪取。その後もトリッシュと抗争を続け、2003年のレッスルマニア19でトリッシュに王座を奪われる。2004年2月にはモーリー・ホーリーを倒し、再び女子王者となった。3月のレッスルマニア20で、 モーリーとヘア VS タイトル、マッチ形式の女子王座戦を行い、王座防衛に成功し、モーリーを丸坊主にする。しかし、6月のバッドブラッドでは再びドリッシュに王座を奪われた。以降は、トリー・ウィルソン、キャンディス・ミシェルと共に活動していたが、仲たがいし対立。その後、ミッキー・ジェームスを味方につけ、トリー・ドリッシュなどと抗争した。 2007年のドラフトにより、スマックダウンへ移籍。移籍後は、ケニー・ダイクストラと組み、ジミー・ワニアニャンド・トリー・ウィルソンやチャック・パルンボアンド、ミシェル・マクールと争う。2008年4月から、ナタリアと共闘し、ミシェル・マクール、チェリーと交渉を開始。一行も、ヒールとして活動し、2009年1月のミシェル・マクール、戦を最後に、WWE を退団した。 WWE 対談後はプロレスから離れ、格闘家へ転向するという噂があったが、2009年4月のレッスルマニア25のディーババトルロイヤルに出場し、対談前と変わらぬ動きを見せる。5月にはティエネと契約し、29日にデビュー。デビュー後はリングネームをタラとし、ベビーフェイスとして活動。7月にはアンジェリーナラブから、 ティエネ女子王座を奪取した。2013年7月13日、ティエネから解雇となった。2013年10月26日、ローデビュー。ウィドーズピーク。ありがとうございます。